デザートイーグルはアメリカ合衆国ミネソタ州のミネアポリスにある MRI リミテッド社が発案しイスラエルミリタリーインダストリーズ社とマグナムリサーチ社が生産している自動拳銃である。意味は英語で砂漠の和紙。現在 IMI 社の消火器部門は半独立状態になり e w 社に社名を変更している。回転式拳銃に使用される。 357マグナム弾を使用するマーク、I が1979年に開発、発売され、話題となったが、357マグナム弾の細長い形状とリムド、薬莢のために、5、6回に1回程度の割合で排斎や不良や時弾装填不良が発生し、評判はかんばしくないものだった。その後発売された、44マグナム版では、 薬莢が太くなったこともあって作動が良好となり人気が上昇。マーク7より追加されたリムレス薬莢を用いる 50AE 版で大口径マグナム自動拳銃としての地位を確立し、その後1995年に440コルボンダンを使用するモデルが追加されたさらなる改良型のマークジックスが登場した 50AE は発売当時 最強の威力を持つ拳銃用弾薬とされており、現在でも一般販売される自動拳銃用弾薬としては最大級の威力を持つ。強力なマグナムジッポを安全に使用するため、自動拳銃では珍しいガス圧作動方式を採用している。357マグナム版、41マグナム版、41AE 版、440CB 版、 44マグナム版、50AE 版が存在し、50AE 版は自動式拳銃の中では世界最高の威力を持つ弾薬を扱える。また、バレル、マガジン、ボルトを変更することで、口径変更も容易に行える。50AE 版は50口径と表記されるが、使用弾薬である。50AE 弾の弾頭径は0.54インチとなっている。 S&WM500 の使用弾薬の弾頭計0.492インチを上回り、拳銃用弾薬としては最大計となる。発射された弾丸の運動エネルギーは、AK-47 などに使用されている 7.62X39mm 弾と同等であり、内規格レベル2のボディアーマーを貫通する能力を持っている。重心上部には、マウントレールを装備しており、スコープ、 ドットサイト、レーザーサイト等の光学機器の搭載が可能なため、スポーツ射撃や狩猟での運用にも対応している。そのため、現在は、この種の超大型拳銃を使用した、メタリックシルエットなどの射撃競技が流星を見せ、拳銃による狩猟が認められているアメリカの一部地方では、狩猟用としても使用されている。価格は1249ドル、日本円に換算すると、 約15万円程度と、拳銃としては、比較的高価なものとなっている。上から、通常分解時の重心とスライド14インチ重心、10インチ重心、標準の6インチ重心を装着した重本体。モデルマーク 750AE 版は、全長 269mm、全高 149mm、重量 2053g であり、 通常の6インチモデルの他20インチ、マーク7には14インチの超重心型も存在する。この中で6インチモデルと10インチモデルは現在も市販されているが、マーク7の14インチモデルは1999年に生産が中止された。全長の長い玉を使用することもあってグリップは前後に長いが、マグナムオートの一種でカービン弾を使用する。 オートマグーなどと比べれば、グリップの前後幅は短い。銃の外観前半を占める重心は固定式であり、ガス圧により作動するボルト、スライド部の重量は見た目より小さい。銃本体の大きさゆえに、安全装置やスライドストップなどの操作が片手では行いにくいといった点が指摘されることもある。44マグナム弾モデル発射時の様子マグナムに、ありがちな、 小柄な人間や女性、子供が撃つと、肩の骨が外れるなど誇張した表現がまま見受けられるが、射撃姿勢や扱い方の影響が大きい。姿勢を崩すと腕力が強くてもバランスを崩しやすく、事故の原因となるが、逆に非力な人物でも正しい姿勢ならば、デザートイーグルを撃つことは可能である。射撃時の反動は非常に大きいが、銃自体の質量も大きく。 ボルトやスライドの交代動作によって、異定の反動の伝達が遅延され体感される。反動は、同種の弾薬を使用する回転式拳銃に比べれば、小さい。自動車を破壊するなど、50AE 弾や、44マグナム弾の威力は誇張して描かれることがあるが、実際には、自動車のエンジンなどの厚い鋼鉄製の物体は、フルサイズ小銃弾クラスのエネルギーで、 鉄鋼弾を打ち込まなければ貫通できない。デザートイーグルのガスオペレーテッド気構撃発方式はシングルアクションのみ。当初、マグナムリサーチ社はガスアクチュエーテッド機構での運用を考えていたが、これはうまくいかなかった。その後 IMI 社は自動小銃などで使用されるガス圧作動方式、その中でもボルトグループの重量が小さく、体幹反動の少ないショートストロークピストン方式を 閉鎖機構には、ロータリーボルト方式を採用した。同方式の採用により、ブローバック方式等と同様に射撃時に重心が固定され、優れた命中精度を持つこととなった。しかし、ガスチューブの開口部が後ろを向いているため、発射ガスと共に不完全燃焼した火薬の燃えかす、などが、いての顔面を直撃する問題がある。当初のマーク、愛の、 357マグナム版で見られた作動不良は、357マグナム弾の細長い形状トリム度、薬莢のために発生していたが、現在では薬室加工時のテーパーを変更したことで改善されている。357マグナムモデルでは通常のライフリングを持つ重心を装備していたが、44モデルからはポリゴナルライフリングと呼ばれる、 よれたタイプのライフリングが使用されている。現在では、357マグナムモデルもポリゴナルライフリングを使用している。ポリゴナルライフリングは、組用小銃の重心を大量生産するために、開発された製法であり、射撃後の掃除が楽という利点がある。詳細は、デザートイーグルに関連する作品の一覧を参照。ありがとうございます。